この国をいいところに、もっと素晴らしいところに。翼の塔です、ありがとう。翼の塔です、頑張っていきます。皆さんこんにちは。今日も始まりました、黒川敦彦のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す。はい、本日はみずほフィナンシャルグループシステム障害止まらず、先般佐藤会長退任でございます。はい、まあ少し前からの話でございますけれども、みずほフィナンシャルグループついに4度目の大規模システム障害と、いうことでございます。これはまあみずほ銀行のことだけではなくですね、日本の三大メガバンクって三つしかない銀行の一個がですね、ここまでひどいシステム障害を繰り広げていると。しかもそれが止まりそうにないと。これはですね、まあ先進国である日本において、これ大丈夫かという、まあ国全体の問題でもある種あるわけでございます。そんな中ですね、今回のシステム障害の責任を取り、藤原頭取が、辞任を発表、みずほ銀行。また親会社、みずほフィナンシャルグループの酒井社長も辞任を発表したと。経営陣が、再発防止策を徹底した後に新体制への移行をしていくと、いうことが発表されています。そして何よりこの人ですね、当チャンネルでも何度も出てきました。まあ、ソフトバンクに多額の融資をしてきたと、名誉と言われていますが、佐藤康弘会長、みずほフィナンシャルグループの圧倒的権力者、彼がついにですね、来年の6月に、まあ、退任するということにまで、なっているわけでございます。まあ、これは大きな、まあ、金融業界全体にとっても、まあ、変革かなと思われます。SNS 上にですね、まあ、今回のシステムトラブルを受けて、まあ、様々な意見が上がっています。ちょっとご紹介したいと思います。退任してもシステムトラブルは解決されないので意味がない、3人は天下りするだけだと。根本原因は、3校統合の時の経営陣システムベンダーを統一しなかったのが悪い。佐藤会長は周りを、旧公銀で固めた張本人である、辞任は当然だ。元公銀がトップを独占している。公銀は大会社相手の殿様商売である。リテール、証券などが分かるはずがない。これを機に公銀出身者を一掃したらどうか。役員陣はほぼ公銀が独占で、富士系が少し、第一官銀系は、ほぼ全滅であると。金融庁はみずほに舐められている。業務改善命令では手ぬるい。業務停止処分をし、猛反を求めたい。まあ、このような、まあ、おおむね厳しい意見が、全国から上がっていると。まあ、世間はかなり冷静にですね、この一連のみずほ銀行の体制について、経営に対して、冷静な目で見ていると。そもそも、今回のシステムトラブルについてですね、なぜこうなっているのかというとですね、まず大きくは、三菱や住友は、三菱は IBM、住友は NEC 銀行 ですね、シングルベンダー体制、一つの、会社が運営していると。みずほは第一官業官銀系の富士通に、現在稼働中の、実りを構築する際にですね、富士通、日立、日本 IBM、NHK データ、NTT データ等のマルチベンダー制にしてきたわけですね。それが度重なる障害の原因であるというふうに言われています。今回のみずほフィナンシャルグループの社内調査資料によるとですね、まあちょっとひどいことがね書かれております。例えばシステム障害に関わる情報をシステム部門、顧客部門の全体から一元的に収集集約分析して対策を、立案実施することが期待される、
危機管理体制が十分に機能しておらず、半ば状況を見守るような姿勢も見られたと。まあ、危機に対して対応していなかったと書いてあるわけですね。障害の影響が過小評価され、経営陣への情報共有も遅れ、それが対応の迅速的確性を損なった可能性が高い。まあ、調査の結果、ひどいことが書かれているわけです。実りを構築し運用に移行する段階で実施した実りに詳しい人材の再配置にあたり、最も重要な安定稼働の定着に、なお比重を置く意識が足りなかった。なぜ今さらこんな報告が上がってくるのかと。まあ要するに、情報処理に弱い経営陣が、結局のところシステムの構築運営を軽視し、人材の配置や予算化を怠ったからではないかと、今さらながら社内外から批判されているということです。みずほフィナンシャルグループの佐藤会長が、酒井社長を抜擢し、酒井さんが、コスト削減は嘘をつかないと言って緊縮緊縮と、日本の財務省のように緊縮緊縮とやった結果ですね、長年人事や企画部門に優秀な人材を配置し、システム部門にはそれなりの人材を配置した結果、システムへ理解ある人たちがシステムを見る部署から減り、まあ、システム部門に人材がいなくな、優秀な人材がほとんどいなくなり、大規模障害につながったのではないかと、指摘されています。はい。これは過去の動画で解説した、みずほのシステムについてのちょっとおさらいでございます。みずほの、システム、実りですね。これは2019年7月26日に稼働が始まったのですが、統合システムの構築に19年4000億円以上かかったと。これシステム業界では桜田ファミリアと言われていたんですね。桜田ファミリアというのは、まあ、100年以上経っても完成しない建物という意味で、もういつまでやっても完成しないシステムだと、批判をされてきたものです。過去3度にわたりですね、大規模なシステム障害を起こしてきました。2002年の経営統合、直後、2011年の東日本大震災直後、2021年3月の3度目のシステム障害と、で今回が4度目になるわけです。前回の、3度目のシステム障害の時にですね、大規模障害が起きたと。じゃあこれまた起こるんじゃないかと言われていたのが、結局4度目のシステム障害が起きたと。これはまあおそらくもう5度目も6度目も起きるんだろうと。もう思わざるを得ないわけですね。そのまあ根本的な理由が、システムの開発にもうとにかく1000社以上が参加し、日本の IT ベンダーの1割が参加したというですね、様々な会社が参加しすぎる、マルチベンダーと言われるやり方をですね、まあ、取ってしまったことにより、システムが、まあ、結局のところ何がまずいのかもわからないような状態が結局今も続いているということなんです。2021年3月、3度目の障害の時に、起こったことは、ATM5900 台中、4318台が停止、ATM に吸い込まれた、通帳カードが5244枚、インターネットバンキングも停止。その時の原因は、定期預金関連の不定期な更新45万と、定期的なデータ更新25万件が重なり、システムの限界を超えてしまったと。いうことだったわけです。藤原頭取曰く、システムは正しく稼働しているが、みずほ側の運用に問題があったと。まあ、このようなことを、言ってきたわけですが、しかし、まあ、今回のシステムトラブルも含めてですね、この問題の本質は、みずほの経営体質がボロボロであると、いうことだと、やはり思うべきなんです。
今後もシステム障害が起こる可能性が極めて高いと。これは、佐藤会長ら、首脳陣が辞めたからシステムが治るという代物ではないわけです。この水尾システムの実態、旧第一官銀、旧富士銀、旧工銀の3社が合併した1999年以降、水尾フィナンシャルグループのトップは情報システムのことを理解せず、現場任せ、場当たり的な対応をしてきたことが、何よりも問題なわけです。実態に大規模災害、大規模問題が起こった際のマニュアルがない。まあ、今回の調査報告にも、そういうことが書かれてあります。長年にわたり部分修正を行った結果、誰もわからないブラックボックスが多数ある。まあ、今回もおそらくそうなわけです。問題は、2019年の大改修により、実りのリリースで解決するはずだったんですが、しかし今回の4度目のトラブルを見ても解決しているとは到底思えないということは、今後も問題は起こり続けるという状態なんですね。まあそもそもこのみずほという、みずほ銀行という会社はですね、まあ特殊なわけですね。まあ例えば、この、官製談合とも言われる宝くじの運営を毎年みずほ銀行に丸投げしている問題と、これは過去動画で解説いたしました。みずほ銀行の関連する団体の下にですね、特にこの宝くじの場合、日本ハーデス、日本宝くじ協会、自治総合センター、全国市町村振興協会、100を超えるよくわからない団体に税金が流れていると。これがですね、みずほ銀行、みずほフィナンシャルグループの、まあ、ある種一つの姿なわけですね。そしてみずほフィナンシャルグループの、今回ついに辞める佐藤会長といえばですね、孫正義氏と、まあ、盟友とまでなんか二人が言ってきた、みずほ銀行はソフトバンクに、まあ、多額な融資をしてきたわけです。まあ今金融バブルでですね、ソフトバンクの、まあ業績は、まあ良かったり悪かったりいろいろあるわけでございますけれども、しかし、ソフトバンクに数兆円の融資をやってきたみずほ銀行、で、ソフトバンクビジョンファンドの問題としてですね、サウジアラビアのノコギリ王子、彼ですね、彼からは、年率 7% の固定金利で、ファンドに資金を借りていると。じゃあこの年率 7% 以上のファンドの利回りが出なかった場合は、みずほ銀行ほか日本の銀行がその損を被ると、まあそういうような条件になっているわけです。まあ今でこそですね、最悪だった状況、まあ2年ぐらい前の決算の時の状況から比べると、ソフトバンクの経営もですね、まあその良くはなっているわけですが、もう個人的つながりで、ソフトバンクにバンバン融資してきたという張本人が、この佐藤会長なわけですね。で、ついに彼が辞めてしまうと。じゃあこれ、ソフトバンクに多額の数兆円融資してきたこの責任を誰がまた引き継いでこれどうするんですかと。そういう問題もあるわけですね。また、みずほフィナンシャルグループの佐藤会長はですね、まあ、韓国に対して、まあ、結構余震枠を広げたり、融資をバンバン前向きにやってきたということで、まあ、保守系界隈から批判をされてきたわけでございますけれども、まあ、このような、韓国の企業に対してですね、融資枠を広げたりということを、まあ、やってきたわけです。まあ、完全に融資をするなとまでは言いませんけれども、日本国内でやるべきことがあるのにもかかわらずですね、まあちょっとあまり関係が良くなくなってきた韓国に対してですね、融資枠を広げたりということをまあやってきたと。国内でもっとやるべきことがあるだろうということです。みずほ銀行は日本国民を舐めてるのですかと、まあこのように思われても仕方ないことがですね、多数あり、今回のシステムトラブルに関しても先ほど紹介した SNS 上にも厳しい意見がたくさん出ているわけです。
そして何より問題なのは、問題が解決していないということです。まあちょっとこれは、また歴史、みずほ銀行の成り立ちの歴史ということになりますけれども、まあみずほ銀行の前身、元をたどればですね、渋沢栄一氏が、作った、銀行から結局みずほ銀行に今なっているわけです。まあそういう意味では日本の銀行の、まあ最も古い銀行、歴史がある銀行ではあるんです。今大河ドラマにもなっている渋沢氏はですね、パリ万博の時に、フランスに渡り銀行家のフリュリ・エラール氏から近代銀行業の、やり方を学ぶと。でこのエラール氏のボスが、アルフォンス・ド・ロスチャイルド伯爵と、当時のフランス・ロスチャイルド家の総帥だった方ですね。でそのロスチャイルド的な人たちの指導によりですね、渋沢氏は大蔵省を退官し、三井銀行と一緒になってですね、日本最初の銀行、第一国立銀行を、作るわけです。これが後のみずほ銀行に、なってきたわけでございます。まあ今ちょうど大河ドラマにもなっている、この渋沢氏が作った第一国立銀行が、まあ結果的に今のみずほ銀行になってきたわけですが、この銀行を中心にですね、日本ではたくさんの、企業が作られたと。もともとは官営企業としてですね、札幌ビールとか東京ガスとか王子製紙とか、日本郵船とか、500以上のですね、会社が作られ、その会社がですね、今、まあ最終的には民間企業になり、日本の、まあ、経済の中心にあるわけです。で、これがまあ、明治維新以降、行われてきた、日本の産業発展の中心にあったと。その中心にあったのが、まあ、まさに、みずほ銀行なわけですね。でも逆に中心にあったからこそですね、まあ、未だに、まあ、みずほ銀行自身が国みたいな、立ち位置にいると。まあ、ある種金融庁とも慣れ合って、ズブズブでやっているから、まあ、結局のところこのシステムトラブルみたいなことに対しても実は反省しきらずにシビアに反省せずにここまで来たということだと思います。で今回、佐藤会長らが辞めてもですね、みずほのシステムは変わらないわけです。おそらくシステム障害は今後も起こり続けるわけです。他の銀行に大きく遅れを取り、みずほの経営の展望は非常に暗いと。そしてこれはみずほだけではなくですね、日本に3つしかない3大メガバンクという一翼が、まあ、こんな状況であるわけですから、これはみずほ銀行が困ったねということではだけでは済まないわけですね。やっぱり銀行というのは、その国の産業の中心にあるものですから、3つしかないメガバンクの1個のみずほが、このような状況であると、これはみずほの問題だけではなくて、やはり日本国全体の問題でありますし、やはり三大メガバンクの一個がですね、こんなような状況では日本のこれからの産業発展や国力が発展していくということに大きく足を引っ張ってしまうわけです。このような状態が、しかしこれ本当にシステムを直すせない可能性が高いわけですね。もう全部捨ててもう一回作った方がおそらくいいんだと思います。これ佐藤会長らが辞めた後のですね、新体制において、ぜひぜひ難しいと思いますけれども、抜本的な改革が行われることを切に期待いたします。はい、本日の解説は以上でございます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。翼の塔です。お見知りおきを。翼の塔です。お願いします。